過激なヌード作品を次々発表し、独自のスタイルを確立した写真家加納天明。これエポックメイキングだよ。これは加納天明にとってエポックメイキングだったこと、それは石川次郎が企画した平凡パンチのニューヨーク特集号。この旅が加納天明の人生を大きく左右する。帰国後初めての個展を開いた。北爆するための要するにカラーのインフラレッドフィルム、赤外線フィルム、ね、そう次の日になぜか俺はもう有名になってた。その直後から加納は時の人となった。聞いたね、ニューヨークで知った言葉だよ、うん、そう。その歴史の裏側を紐解く。その話には続きがある。